レゴランドドイツはドイツのバイエルン州ギュンツブルクにあるおもちゃのレゴを題材としたドイツ国内最大級のテーマパークである。世界で4番目のレゴランドパークである。レゴランドドイツリゾートはドイツ最大のテーマパークとなっている。メインのレゴランドパークの他にシーライフセンター、ウォーターパーク、レゴランド、公式ホテル、商業施設などは合わせてレゴランド、 ドイツリゾートと呼ばれている。2009年にレゴランドアトランティスシーライフセンターが開業した。マーリンエンターテインメントとレゴ社が管理するこのシーライフセンターは最初に映画館に潜水艦ダイビングの仮想投影を提供している。レゴランドドイツリゾートは次にレゴランドビルンリゾートとレゴランドカリフォルニアリゾートとして続いていく。ドイツ国内にある レゴランドディスカバリーセンターはもともと2008年にドイツのチリュースブルクに設置されたが、2013年に隣接するオーバーハウゼンのセントロに移された。レゴランドキャッスルホテル内の客室2008年6月以来、来園者たちは8ヘクタールほどのバンガローパークに滞在でき、衛生設備のある200人収容のキャンプ場、中央のレセプションビル、屋内と、 テラスに250席以上ある大型レストラン、レゴショップ、遊び場のある湖で2つで、リゾートホテルで構成されている。ありがとうございます。